割られたココナッツから見える胚乳、そしてボトルに詰められた、ヤシ油天日干しされた、ココナッツ乾燥させたココナッツ胚乳であるコプラを、破砕する工程ヤシ油とは、ココヤシから作られる油脂、すなわちココナッツオイルのことを指す。ココヤシの果実であるココナッツの巨大な種子内部の胚乳から抽出生成される。本校では、ココヤシ油脂のほか、油ヤシの 種子から採取され性質が類似するパーム核油についても記述する。また油やしの果肉から作られるパーム油もヤシ油と呼ばれることがあり、これについては別に記述する。ヤシ油はウェットプロセスとドライプロセスの2種の方法から製造される。パーム核油は油やしの排入を乾燥したものを同様に生成したもの。脂肪酸素性はヤシ油 パーム核油とも、ラウリン酸が50%弱、ミリスチン酸が15%から20%、パルミチン酸が10%弱と飽和脂肪酸が多い。ラウリン酸含有率が高いため、ヤシ油、パーム核油をラウリン系油脂と総称される。喧嘩下はいずれも250前後、要素下はヤシ油7から11、パーム核油14から22であり、不完成油の性質を示す。 なお、油やしの果肉を原料とするパーム油とは性質が大きく異なる点に注意を要する。ココナッツオイルは比較的高い温度で固まりやすく、室温が20度以下だと固まってしまう。なお、20度から25度ではクリーム状に25度以上で透明の液体状態となる。パーム核油には石鹸の製造や モーターのような機械用の潤滑油に適した物質的な性質がある。日本では、ヤシ油、パーム殻油合わせて年間約10万トンが消費されており、そのうち約6割が洗剤、石鹸などの工業原料として、4割が食用として用いられる。水素添加により、ココアバターの代用、また乳脂肪に性質が近いため、ホイップクリームやコーヒーフレッシュ、 ラクトアイスの原料などにも使われている。中佐脂肪酸含有率が高く消化、代謝されやすいため、乳幼児食や病人飲食としても適している。苦手とする人も多い独特の匂いを抑えた無効タイプも製造、販売されている。2004年には国民生活センターが、また2008年に日本即席食品工業協会が、スチロール製容器を使用する。 カップ麺に入れた場合、容器が溶けることがあるとして、注意を呼びかけている。パーム核油は、経験的に保湿剤として使われており、皮膚の水分の蒸発を防ぎ水分損失を減少させる閉塞作用を持ち、新生児の皮膚の剥離と隣接を減少させ、弱い抗菌作用もある。脂質は、角質細胞間脂質ともなるため、水分を保持する保水作用もある。 このため安価で入手しやすいため、東西アフリカでの新生児の保湿剤として推奨できるが、保湿剤の使用によって、ドウ急菌感染など新生児の院内感染のリスクが高まることには注意が必要である。ヤシはヤシ科に属する植物の総称であり、多種でそれぞれが適した利用のされ方をしている。ヤシに対する日本人のイメージは、 ここヤシが圧倒的に強いため、日本ではココナッツオイルのことをヤシ油と呼んでいる。しかし、ヤシから作られる油脂の生産量は油ヤシ由来のものの方が多く、またヤシ油という表現では混同されやすい。区別をつけるため、ココナッツ油、ココナッツオイル、パーム油、パームオイルといった表記を使う方が好ましい。ありがとうございます。